長、サライちゃん来てくれたの？巫女様、僭越ながら本日は我々が植樹祭の見届け役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。二人ともなんだか調子狂うな。恐れながら巫女様の御身はすでに大いなる始まりの大樹に捧げられたもの。そのようにあけすけな物言いは慎み、もっと堂々となさいますよう、本日は王族や臣民たちの目もございます。はい、巫女様には古の習わしにのっとり、ここから大峡谷の祠を目指していただきます。道中大きな危険はないと思いますが、もしお疲れの場合は一度お戻りください。私どもがここに待機しております。わかりました、ありがとう。祠へ到着されましたら植樹の儀を執り行っていただきます。とにかくまずは祠を目指して奥へとお進みください。それでは巫女様、植樹祭開始の宣言を。え、我が名はダーナ、大いなる始まりの大樹を奉じる巫女として天命を授かりし者なり。エタニアの常しえなる繁栄を祈念して、今まさにこの地の試練に臨まん。大樹よ、先達の巫女たちよ、我に力を貸し与えたまえ、今ここに植樹祭の開始を宣言する。巫女様、お疲れ様です。どうぞこのまま奥へお進みください。ありがとう、行ってきます。やり遂げないとね。美味しそうな果実だね。やや次スキアリやっせいたまだまだふっえいやっはっせいそうまだまだついてるね。
次。いよいよですね。ダーナさんにはエタニアの未来の光景が見えるとのことですが。緊張して息が止まっちゃってたみたい。お前、いや、無事なら良いのだが。巫女様、無事に終わりましたでしょうか。ええ、滞りなく、とても美しい海の景色を見ることができました。まあ素敵ですね。穏やかなる海は平和と繁栄の象徴。巫女様の代もエタニアは安泰でございますね。ええ、あの光景、一体何だったんだろう。どうしてあんな。